ナショナリズムとは国家という統一、独立した共同体を一般的には自己の所属する民族のもと形成する政治思想や運動を指す用語。日本語では内容や解釈により国家主義、国民主義、国粋主義、国益主義、民族主義などとも訳されている。パトリオティズムとは区別される。ナショナリズムの用語の元となったネーションの語源は ラテン語のネイシオで、生まれの意味を持ち、人々、親族、部族、階級、群衆などの意味を持つようになった。ナショナリズムの一義的な定義は困難であるが、アーネスト・ゲルナーは、政治的な単位と文化的あるいは民族的な単位を一致させようとする、思想や運動をと定義した。この定義は完全ではないが議論の出発点としてある、程度のコンセンサスを得ている。 スタンフォード哲学百科事典は、ナショナリズムとの用語は通常は2つの事象を記述するために使用されている。ネーションの構成員が彼らのナショナルアイデンティティを気にかけている。再の様子ネーションの構成員が自己決定の達成、または持続を求めている行動と定義した。丸山真男は、ナショナリズムとはネーションの統一、独立、発展を執行し、 押し進めるイデオロギー及び運動と定義した。なお、民族主義や国家主義等の対応する日本語訳については、その性質上、海外研究者の研究において研究されることは、まずない。ナショナリズムには二つの大きな作用があり、文化が共有されると考えられる範囲まで、政治的共同体の半島を拡大しようとする作用と、政治的共同体の掌握する、 領域内に存在する複数の文化を支配的な文化に同化しようとする作用がそれである。前者は19世紀の国民主義運動にその例を見て取ることができ、後者の例は皇帝ナショナリズムとしていくつかの国家において乱すことができる。しばしばナショナリズムはパトリオティズムと混同されるが、社会共同体としての強度への愛情であるパトリオティズムという言葉を 近代になって登場したナショナリズムと春別する意見もある。しかし、強度という言葉を生まれ育った土地の自然風土と捉える意味において、強度の自然風土に限定して向けられる愛着は、通常、パトリオティズムとは呼ばれない。現在ではネーションがパトリオティズムの対象となる場合が多いが、これはむしろゲルナー、アントニー・ディ・スミス、ベネディクト・アンダーソンらが指摘するように、 ゲマインシャフト的共同体がゲゼルシャフトである、ネーションへと再編成されていったの時を位置にして、各地域ごとに無数に存在した、貴族対象としてのパトリアを、ナショナリズムが文化的同化作用によって、ネーションへと貴族対象を集約していった結果として、理解される。こういったネーションの近代性は、国家主義の立場からしばしば忘れられたり無視されたり、 しがちであるが、ネーションとナショナリズムの近代性と作為性については、均質なネーションは近代における社会と産業の必要性から生まれたという点で、学問的にはほぼ決着を見ている。ゲルナーとスミスの近代性についての指定対決は、ネーションが全くの無から発明されたのか、それとも全近代から何らかの遺産を相続しているのか、という点をめぐって行われたのであり、古代。 中世においてネーションが存在したのかについての論争ではない。結局のところ身分の差が歴然としており、越境が困難な社会においてあらゆる社会階層を横断する共族感情を形成することは不可能ではなくとも極めて困難であり、たとえそのような感情が一部で形成されたとしても、それを構成惹かれる国境線の内側全てを覆うほどの広がりを持たせる手段を 近代以前の社会は書いていた。しかし、このことは、必ずしも、ゲルナーやエリック・ホブズボームの言うように、ネーションとナショナリズムが、近代に、無から生み出されたことを意味するわけではない。スミスは、近代以前に存在した歴史や神話を核にして、ネーションは、生まれたのだとする。スミスは、近代以前の身分を横断しなかったり、地理的広がりを持たず、 ネーションのような政治単位となり得なかった共同体をエトニと呼び、あるエトニが周辺のエトニを集合し、自らを基準に同化していった結果成立したのがネーションであるとした。このスミスの理解は、いかに小規模なゲマインシャフト的集団が後半で雑多なゲゼルシャフトに返事たかという点で、アンダーソンと相互に補完し合っており、現在のナショナリズム論の基本的な考えとなっている。 ネーションという概念は本来的には国家と結びつくものではなくむしろローマ帝国期には市民と対立的によそものというニュアンスで用いられた中世ヨーロッパにおいてもこの後によって想起されるのは宗教会議などに集まる同教集団でありやはり国家との結びつきがあったわけではないネーションと国家が結びつけられるのは ヨーロッパにおいて主権国家体制が確立する17世紀頃だと考えられる。17世紀のイギリス革命においてはネーションの概念は聖職者やある特定の集団のみを指し示すのではなく幅広い人民を包含するようになった。ただしフランスの絶対要請の下では主権者である国王に対する親民としてネーションが理解されていた。この場合、 ネーションと政府は結びついているが、あくまでも身分制社会の枠組みの中でのものであり、ネーションや政府を構成する一人数とが人権を有する対等な存在にはなっていない。1789年に勃発するフランス革命は、フランスにおける近代国家形成の契機となった。すなわち、身分制度が否定され、近代市民社会の諸権利が保障される中で、 基本的人権という普遍的な権利を持つ、一人一人が対等な形でネーション、そして政府を構成する時代へと突入した。その国家という共同体がある普遍的な理念に基づいて形成されるものなのか、それとも歴史、伝統に根ざした民族に基づくものなのか、それとも他の新たな観点から説明できるものなのか、これらが錯綜してナショナリズムの定義を難しくさせている。 ナショナリズムという語が多義化する理由は、前日の通り、ネーションという語を各時代、地域において様々に解釈したことが一因となっている。再実するが、フランス革命以降のフランスでは、ネーションとは近代市民社会の普遍的処理念を共有する人民によって構成される共同体として解される。一方で、ナポレオンの進行によってナショナリズムに覚醒するドイツでは、 ネーションとは固有の言語や歴史を共有する民族の共同体として解された。さらに、ナショナリズムが高揚した19世紀においては、国家は自由意志を持つ市民が構成員であることを前提としていたが、20世紀前半に大衆社会へと突入すると、権威に猛獣する大衆や権威に敵対する労働者も出現する中で、共産主義、ファシズムの勃興が彼らを、 盲信的に国家主義へと借り立てさせもした。そして、それらの政府では、ナショナリズムを名目に国家の構成員である国民一人一人の権利を剥奪、抑圧することすらもなされ、同化の強制などを受容させられていった。こうした類の国家主義がナショナリズムを自称することによっても単純性をもたらしている。ナショナリズムの起源をめぐっては大きく二つの見解が挙げられる。 一つは、ナショナリズムは近代に生じた現象であり、その起源を近代以前に遡って求めることはできないとする考え方である。もう一つは、近代のナショナリズムを成立させるための起源が古代より継承されているとする考え方である。ゲルナー、アンダーソンらは、前者の代表的な学者として知られる。前者は、全近代においては、階級、職業、言語、 地理的要因などにより、国民は分断されており、包括的な共族感情は存在していなかったことを、指摘している。それに対して後者は、ガイウス・ユリウス・カエサルに対し団結し抵抗した、ガリア人など、ナショナリズムに類似した現象が存在したと主張した。両者の主張を統合し、新たな包括的な視座を提示したのがスミスである。スミスは、エスニックな共同体である、 エトニという概念を導入し、近代のネーションと近代以前でも存在したエトニを区別するとともに、その連続性を説いた。この連続性に関するスミスの主張は、一面において、ネーションは完全に近代の発明であるというゲルナー、アンダーソン、ホブズ・ボウ村の見解に反している。しかし同時にスミスは過去に存在したエトニが、 現在まで間断なく存在し続けたとは限らず、またエトニットネーションの水平的な広がりも一致しないとして、原初主義をも否定している。15世紀すでに邦画が見られた。ナショナリズムは18世紀後半のフランスから勃興していった。1789年に始まったフランス革命は、これまでの身分性社会の構造を解体するに至った。 周辺諸国による退仏大同盟など革命が危機に陥る中で革命の理念を継承したナポレオン・ボナパルトは自由かつ平等な国民の結合による国家を打ち立て一時はヨーロッパ大陸を支配した。ナポレオンによって組織された国民軍は各地に遠征して生産な被害を与えていった。しかしその一方で身分性が残存するヨーロッパ各国に フランス革命が生んだ普遍的理念としての自由、平等、博愛の精神を広めていくことにもなった。従って、ナポレオンの出脚後は、ヨーロッパ各国の君主は、革命の再発を恐れて、ウィーン体制を構築し、ナショナリズムの抑圧を図った。その点で、この時代のナショナリズムは、国家権力や旧社会秩序からの解放と主体制の回復であり、 自由主義といった理念と結びつくものであった。1848年革命によってウィーン体制が崩壊したことで、いわゆる諸国民の春が到来し、ヨーロッパに新たな状況が生み出された。フランスのナポレオン三世は、初代ナポレオンの意向に依存しつつもナショナリズムの擁護者として振る舞い、イギリスでは全身的に自由主義的改革が進められ、 国民の諸権利が保障されていった。また、ラインラントやピエモンテに勃興した産業資本家は統一市場の必要性からそれぞれドイツ・イタリアの軍事統一を支持することになり、1860年代から70年代にかけてナショナリズムに基づくイタリア・ドイツの武力統一を完了させた。これ以降は積極的に政府が国民統合を進化させる運動としての ナショナリズムへと移行していくことになる。いわゆる帝国主義の時代において、列強間の競争が激化していくと、後発的に国家を形成させて、布国強兵、植産工業を図った国家では、自由主義的な運動とナショナリズムが結合するという経験を書いたまま、国民統合が進められることになった。そのため、例えば、ドイツにおいては、 国内のマイノリティなどを抑圧することでマジョリティをまとめ上げるような反自由主義的な国民統合が進められるようになった。また、各国では公教育が導入され、識字率の向上や標準語の定着を通じて政府が均質な国民を創出していくことに尽力した。加えて、当時の西欧、中央では工業化の進展の中で社会、労働問題も 深刻化しており、高揚する国際的な社会主義運動に対抗していくためにも、各国政府は国内の社会、労働問題に積極的に対処し、社会政策の拡充などを通じて労働者を国家につなぎ止めようとした。このため、国民と政府との繋がりは一層強固になっていった。こうして、国民統合が進路を増していくと、各国の国民は、 自国の国威発揚に目を向けるようになり、アジアやアフリカでの植民地獲得や他国との軍拡競争、またスポーツや文化などの面においてもナショナリズムの高揚と帝国主義との強い相関が認められるようになった。東欧世界ではナショナリズムの伝播と共に、オーストリア帝国、ロシア帝国、 オスマン帝国などの支配下の民族が、それぞれ各民族による国民国家の概念を持つようになり、諸民族は自治権の強化や独立を求めるようになっていった。オーストリアでは1867年にアウスグライヒが行われて、オーストリア・ハンガリー帝国が成立したが、両国ともに未だ多数の少数民族を抱え込んでおり、民族間の圧力が絶えなかった。 弱体化の進むオスマン帝国からは諸民族の独立が徐々に進んだが多くの小国がナショナリズムに駆られて独立したことで戦争が頻発したほか列強間の世界戦略にも翻弄される結果となった。こうしてバルカン半島に集約された対立は第一次世界大戦を引き起こすことになった。第一次世界大戦は国家同士の衝突であり、 総力戦としての性格を有した。戦争維持のために各国においてナショナリズムが鼓舞され国民と政府はより一体化していった。第一次世界大戦後の領土変更第一次世界大戦中に社会主義革命が起こったことでロシア帝国が崩壊した。またドイツ帝国、オーストリア帝国、オスマン帝国などが敗戦国となった。そのためパリ講和会議では 民族自決の理念のもとに敗戦国における諸民族の独立が承認され、ナショナリズムを肯定することで帝国を解体させた。しかし、戦勝国のイギリス・フランスも、また広大な植民地帝国であったため、アジア・アフリカでの民族自決は否定された。第一次世界大戦中、アジア・アフリカでも総力戦体制の下、多くの人的、物的資源が動員されていた。 こうしたことは、アジアアフリカの民衆を徐々にナショナリズムに目覚めさせていくことになった。その矢先にパリ講和会議で民族自決が否定されたことは、アジアアフリカの深い失望を招くものであった。こうして第一次世界大戦後には、それまでナショナリズムの希薄だったアフリカにおいても、各種の政治団体が組織され、本格的にナショナリズムが勃興するようになった。 このように植民地、反植民地とされた従属地域では、まずは民族の解放が最優先の課題とされたが、そうした中で世界社会主義革命を目指すソ連が、その戦略の一端としてアジアアフリカの民族運動に理解を示す行動を取ったため、こうした地域ではナショナリズムと社会主義が結合する事態が生じた。そのため、 中国やベトナムの共産党などのようにコミンテルンの主導で結成された社会主義政党がやがて民族運動の中心勢力となり第二次世界大戦後には国家建設を担うということも起こった一方ヨーロッパの新独立国においてはナショナリズム間で深刻な衝突が起こっていた新独立国は国民国家として構想されどの国においても主要民族が 人口の大半を占めていたものの、いずれの国家も国内に少なくない数の非主要民族を抱えており、国民統合を進めるため強行など化政策や排除を進める国家側と、それに抵抗する少数派とが激しく対立した。またこれらの少数派民族の中には、旧帝国時代には支配層だったドイツ人やマジャール人などが含まれており、彼らは 国土の縮小した自民族の国家と連携して戦後秩序の改正を求めるようになった。さらにこの時期には各国のナショナリズムから弾き出されたユダヤ人の間で以前からあったナショナリズムが大きく盛り上がりを見せるようになったが彼らは主な居住地域であるヨーロッパ大陸内に国家を建設した経験を持たずこのため民族のルーツであるエルサレム及びパレスチナ周辺に 自民族国家の建設を目指す、いわゆるシオニズムが盛んとなった。第一次世界大戦の戦後処理は、相対として、うまくいったとは言えず、かなりの地域において不満がくすぶっている状態が、続いていた。この不満の受け皿としてナショナリズムは、盛んとなり、やがてファシズムの台頭を招くこととなった。ファシズムとナショナリズムの間の関係には、様々な説が存在するが、 両者の間に密接な関係があったということは定説となっている。各植民地におけるナショナリズムはそれまで絶対的な存在だった。創始国が第二次世界大戦によって大きな損害を受け支配体制が揺らいだことを背景に第二次世界大戦後急速に勢力を拡大していった。また第一次世界大戦と同様二次大戦においても 各植民地から多くの兵士が出生しており、戦地で見聞を広めた彼らが帰国したことも、ナショナリズムの拡大を助けた。また対戦中に設立された国際連合は、新択等治療の自治及び独立を目指す、養子政権者に義務を課すなど、アジア・アフリカでの民族自決を基本的に支持するスタンスをとっていた。こうしたことから各植民地では、 ナショナリズムの公用とそれに伴う独立運動の激化が見られるようになり、経済の変動により、植民地の保持が経済的に利益をもたらさなくなってきたことも、相まって第二次世界大戦後、アジアアフリカの植民地は次々と独立を果たしていった。しかし、新独立国においては、国家と国民との乖離が深刻なものとなっていた。特にアフリカにおいては、 国境線はアフリカ分割時に各創始国によって恣意的に惹かれたものであり、民族分布とは多くの場合一致していなかった。各国政府は国民の形成を急いだが、そのため国内に存在する各民族のナショナリズムを部族主義と呼んで非難し抑圧することがしばしば行われた。一方で各国政府の指導者は自民族を徴用し政府内を 自民族で固めるといったことをしばしば行い、このため国民の形成は、ほとんどの国家において、掛け声倒れに終わってしまい、逆に支配民族と非支配民族との激しい抗争が、繰り返されるようになった。また逆に、アジアやラテンアメリカの新独立国においては、権威主義的な政権がナショナリズムを固執し、独裁的な政権運営の下で経済の成長を、目指す。 いわゆる開発独裁体制がしばしば現れた。ソビエト連邦の崩壊ユーゴスラビアの崩壊冷戦が終結すると崩壊したソビエト連邦やユーゴスラビアから旧連邦の政治的単位に沿った新しい国家が誕生した。この際、特にユーゴスラビアにおいては生産な内戦が勃発した。また、グローバリゼーションの進展により、 国境を越えた交流が非常に盛んとなったものの、それへの反発を取り込んで、ナショナリズムが再び盛り上がることにもなっている。これは、グローバリゼーションによって、経済格差の増大や、社会の急激な変化などによって、社会の亀裂が深刻化し、それに不満を持った層が、自国の文化や伝統にすがって、他国を攻撃する。 いわゆる排他的ナショナリズムの流星につながっている。2020年の新型コロナウイルスのパンデミック発生の際に以前よりくすぶっていた人種差別、国家間の利権争いが露骨に表面化した結果としてナショナリズムが台頭することになった。ルナン・エルネストルナンは公園、国民とは何かでフィヒテに代表されるような民族。 言語の共通性などに立脚するネーション概念を否定した。彼によれば、ネーションとは、民族、言語、宗教、知性などによって定められるのではなく、精神的な原理に立脚するものであり、彼の代表的な言葉を借りれば、日々の国民投票によって形成されるものとされる。アンダーソン・ベネディクト・アンダーソンの主張、創造の共同体は、新しい古典とも言われ、 ナショナリズム論に関する必読書の一つとなっている。署名にもなっている創造の共同体とはネーション自体を指す。ネーションは言語、文化、遺伝的近親性などを共通項として形成されるとされるが、ネーション内にも文化的際は存在するし、全繊維が地で結ばれているネーションはほとんど存在しないなど、いずれも決定的な要因ではない。 むしろ実際に地がつながっているかということなどは問題ではなく、これらの要素を共有していると想像し、成員が共同幻想を共有することによってネーションは成立しているとされる。すなわち、ネーションとは心に描かれた想像の政治的共同体である。アンダーソンは、 全近代の小さく同質性の高い共同体が創造の共同体であるネーションに拡張された要因を出版資本主義の発展に求めネーションの公用語たる世俗語による新聞が創造の共同体形成に大きく寄与したとするこのようにネーションの形成過程の考察に関して事実上の標準に近い位置にあるアンダーソンであるが 最近ではグローバリゼーションに対応したナショナリズムで、ある、遠隔地ナショナリズムという概念を提示している。スミス・アントニー・ディ・スミスは、全近代に見られたネーションに似た、民族集団を、エトニと名付け、近代の産物であるネーションとは区別した。ネーションはあるエトニが、他の周辺、エトニを包摂していくことによって成立したとされ、近代以前からの古いエトニの伝統を引き継ぎつつも、 近代に成立した新しい存在であるとされる。またスミスは、エトニを貴族的な水平エトニと平民的な垂直エトニに分け、両者の性質の違いから、個々のエトニの動員力や連続性、拡張性を説明している。スミスは、近代主義を批判しているが、必ずしもアンダーソンと主張が対立するわけではない。むしろ、中核エトニが周辺、 エトニを包摂していく過程に関しては、アンダーソンの創造の共同体を援用すらしている。アンダーソンも、全近代における共同体の存在は否定しておらず、血縁などによるなど狭い範囲の共同体が近代になり、より広い共同体の一部となったとしていることから、スミスとアンダーソンの主張は、近代主義とその批判というよりも、相互に補完し合うものとなっている。 アンダーソンが遠隔地ナショナリズムと呼ぶ現象についても、スミスは代小ナショナリズムとして言及している。ナショナリズムは様々な類型を持つ。民族主義はしばしばナショナリズムと同一視されるが、必ずしも同じものとは言えない。民族と国家の範囲が重複した場合は、類似したものとなる場合もあるが、一国家に一民族しか居住していないということはほぼあり得ず、 国家の主流派民族の推進するナショナリズムと自治権や独立を求める少数派民族の民族主義が衝突することは珍しくない。逆に、スイスのように自国を各民族の連合体として定義している場合、ナショナリズムは民族を超越したところに基準が置かれ、連邦を構成する各民族の民族主義とは対立することとなる。また、 同一民族の国家が複数存在する場合、現在の国境を越えて同一の文化や言語を共有する広い地域の政治的統合を目指す反民族主義も反アラブ主義など世界各地域に存在する。ある民族の居住する地域がいくつかの国家に分断されている場合、その統一を目指す民族統一主義も世界各所に存在し、 大ソマリア主義のように戦争にまで至った例もある。言語はナショナリズムの要素として重要なものである。19世紀中に国民国家化した諸国は自国の言語の体系化と整理を行い、標準語を定めて、これで教育や行政を行うことが多かった。これにより各国における主要言語の編集は方言とされ、また、 少数民族の言語はややもすると排斥された。こうした言語ナショナリズムは第二次世界大戦後の新独立国においても導入した国家が存在し、例えばインドネシアはマレー語の方言を整備してインドネシア語を成立させ、これで教育や行政を行った。タンザニアにおいては初代大統領のジュリウスニエルレが海岸部の言語であった公益言語のスワヒリ語を整備して、 教育用語とし、国民意識の形成を行った。インドにおいては、ヒンドゥスターニン語による言語統一を目指す勢力もいたものの、各地方の反発によって頓挫した。その代わりに、インドでは言語と宗教の一致が目指されるようになり、旧来の州は言語を基準とした言語州へと再編された。その他、以下のものをはじめとして様々な類型が存在する。 ありがとうございます。